はい、胸張って、はい、行きます。やばい、ナイスナイスキャッチ、ナイスはい、行ってきます。はい、皆さんおはようございます。本日は関東リーグ第7節東方チタニウムさんとの試合となります。本日はアウェーなので神奈川まで移動となります。今日こそですね、勝ち点を取って、草津に帰りたいなと思いますので、本日も応援の方よろしくお願いします。それでは行ってきます。これからバスに乗って神奈川の方に移動していきたいと思います。状況悪いかも。厚木です。今厚木、厚木ナウ、これめっちゃ出る回数多いですよね。おい、ちょっとずつ減らしていこうかな。マジやめてね。マジやめて、それは。OK、いい準備しよう。今までの来る時間は勝つまでの準備期間。勝とうよ、勝とうよ、勝とうよ、使ってよ、勝たなきゃないよもう。Thank you.
ップ終了です。下行こう。皆さんおはようございます。おはようございます。本日は朝からカノチャルのサッカーの練習に行きます。はい。そして、昨日は、はい、関東リーグ第7節東方チタニウムとの試合だったのですが、0対3で、負けてしまい、その後申し訳ないです、ちょっと動画を撮る感じというか、気持ちになれなかったので、今回の東方チタニウム戦は、YouTube に出さないどこかなと思ったんですけど、やはり、無観客ということもありますし、負けた試合で気持ちが乗らないから動画を出さないっていうのはやっぱちょっと違うなっていうのをですね、昨日の夜、思いましたので、昨日の試合とそして今日の午前中カノチャルのサッカーの練習ですね、そこまでを今日の動画にしようかなと思いますので、これからカノチャルの練習の様子を動画に撮ってこれから載せていくので、そちらを見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日の1日の流れをカノチャル説明してあげてください。今日の起きてから、起きてからじゃないよ、今日は午前中何をするかと、うん、午後は何があるか教えてください。午前中はリードのサッカーで、うん、午後はサッカー教室があります。はい、今日は一日サッカーの日だね。はい、じゃあ今日のサッカーも頑張っていきましょう。はい、はい、それでは行ってきます。行ってきます。はい、今日サッカーボール持った？持ってるに決まってんだ。
習が終わりました。今日の練習はフットサルのボールで練習しました。フットサルちょっとちっちゃくて難しいけど楽しかったです。これから帰ってサッカー教室があります。それじゃバイ。お願いします。